月の26日、あともうちょっとで8月が終わってしまうということでですね、急ピッチでやっていきます。まあ、一応8月が終わるくらいまでは単管パイプを立てられたらいいかなと思います。で、今日はバリを取って、単管にペンキを塗ることまでできればいいかなと思います。まあ、ちょっと雨が不安なんですけど、はい、で午前中はちょっとあの出た段ボール木材やらを片付けていました。なんで午後からですね、一回やって物が足りないけど、その片付けっていう片付けしたスペースがないっていうのもあるんで、もうまあそれもテンポよくやっているかなと思います。一応ですね、ホームセンターで買ってきたタンカンですね。米には、カットサービスしてないんで、代表でやってもらいました。 3m30×2 プラス 2m70×2 で、あとは 3m10 と 2m10 のセットになってますね。じゃあ、バリを取っていきます。はい、じゃあ一旦バリ立てますよ。まあ、そうか、バリを取って、まあとにかくやる感じか。はい、トルクです。で、今日はですね、いよいよですね、カーポートを作る段階に来てますね。で、カーポート作るのにグラインダーを簡易切断機にするやつがあるんですけど、まああれ3000円ぐらいで、ちょっと使ってみたいから買おうかなと思ったんですけど、まあそれやめましたね。まあもっともっとこうドカッと買っちゃえばよかったんですけど、やっぱりその貧乏症がたたって、その止めどなく出ていく出費ってやっぱ辛いっすね。家の修繕ってやればやるだけ出ていくんで、で、その途中でやめたんです。やめたことがあって、所詮はこれ築約50年ぐらい経つ築古なんですよ。所詮所詮は築古なんですよ。言い方悪いけど、だから所詮築古なので、もうそれ以上やってもしゃあないっすよ、マジで。なので、だからそこはもうそれと割り切ってやるべきことだなって思いながら やってました。あ、まあ一応バリ取りが終わったんで、まあ一応長さでは分けたんで、じゃあ、サビ止めのペンキ塗ってきます。はい、で、まあやっぱりもう10年は朽ちてほしくないっすよ。クランプ以外はね。だからもう、なんだろうな、水性の屋根用塗料かな。まあ一応鉄にも、鉄のね、トタンにも塗れるやつがあるんですけど、屋根用のトタンを、屋根用のペンキですね、水性の。もうそれべっちゃべちゃに塗ってますね。で、あとは錆びたところからまあ順次削って、まあ、ペンキを塗り足していくみたいな感じをまあしていこうと思いますね。もうこれ一回やったら10年ぐらいはまあ朽ちてほしくないから、それでやりますね。で、まあ問題があるとすればクランプかな。クランプにまあクレでもバーってぶっかけてクランプが錆びて朽ちないようにだけしようかなっていう感じです。クランプカバーっていうのあるんですけど、まあ、クランプカバーをつけたって濡れるんですよね、雪とか雨には。だからもう直接、もうこれ以上っていうか、まずめったに動かさないから、もうペンキをべちゃ塗りにして、今のクランプごと、あとは手届かないところはまあちょっとクレとかああいうものをべちゃって塗って錆びないようにだけしようかって思ってますね。まあ、一応重ね塗りが終わりました。まあ、結構ね、広い、まあ、別にさ塗料をつけて単管が錆びなきゃいいなくらいですね。まあ、単管立ててからまた余った分塗ればいいし、まあ単管立ててトタンをつけたら、今度はこのトタンで空いたスペース、防腐剤を塗ったウッドデッキの板に、白いペンキまた塗っておきます。防腐剤を重ねて塗って、その後の上から木が朽ちないように木の切り口横ら辺を重点的に、まあ、白いペンキを塗ると
というような感じでいきます。はい、じゃあ、まあ、天気もそれなりに乾いてきたんで立てましょうかね。で、立ててから多少塗りましょうか。立つかな。ちょっと地面がね、地面のボコボコ加減がちょっと心配なんだが、まあ、やってみようか。まあ、とりあえず確かね、3メーター10×1本1本の3メーター30だったような記憶があります。はい。あ、3メーター30だね。なので、これがどこまで来るのかをちょっとやってみましょうか。あと寸法を測る上と上で、あのちょっとミスったというか、まあ、仕方なかった部分があって、何が仕方なかったかって言ったら、あのちょっとね、単管を埋めたかったんですよ。要は単管のカーポートとか、まあ、分かりやすく言えば一定のあの標識とかって絶対あの地面に埋まってるでしょ。であれってやっぱりその簡単に倒れたり抜けないようにするためだけであって、でそれをやりたかったから、もう20-30センチ長くしたかったんですよね。で、20-30センチな、地面に埋めて、セメントで固めちゃってから埋めたかったんですが、この建物側はちょっと水道管が入ったんですよね。なので、結構浅く埋まってたから、これ、どうなのっていうのもあって、まあ、やむを得ない。埋めたら、水道管、直撃してしまうので、まあしゃあねえなっていう形で、まあ埋めないで、セメントでまず周り固めて、でその固めると一緒に、砕いた重たいあの庭石があるんですよね。で、あの庭石をセメントで一緒に固めることによって、重さを出してですね、風で飛んでいかないようにはしてあります。うん、かなり重たいから飛んでいくことは考えたくないんですけどね。うん、だからまあどうなることやらですね。まあ今年の冬に関してはあれ降りてね、屋根の雪下ろしには何回かこういうと思うんで、まあ、その時にどうなるかは見たいですね。はい、じゃあ一応固定が終わったので、これで決めます。もう決めたので、じゃあここセメントで固定していこうと思います。まあモルタルですね。モルコン砂利ですね。砂とセメントか。まあそれでですね、重さを出しながらこれ固めてますね。はい。ですね。まあ結構単管パイプ長いんで、結構下の方に埋めてしまおうかなと思います。はい。まあ、これがちょうど、まあ、遠い面に来てるのではないかみたいな感じですね。まあ、一応ここに、埋めます。まあ、埋めると言っても、あ、ちょっとずらさなくちゃいけないな。これはですね、もう結局屋根雪が溜まって、それを耐えるよりかはもう屋根の角度よりも急にして、屋根雪をもう落ちてきた勢いを殺さないでそのまま地面に落とすみたいな感じの屋根なんで、シェルターみたいな感じかな。シェルターっていうかな、受け流しというか、そんな感じですね。よく雪国の屋根で、2階の屋根の下に1階の屋根というか軒みたいなところがあって、それをその上のところになんかさ、二等辺三角形とかそういうのを作る家があるんだわ。なんでかっていうと、落ちてきた雪が1階の屋根にドーンって落ちて、それで屋根が傷むからよ。で、そういうことを防ぐための屋根なんだけど、まあそんなイメージのものを作ろうかなって感じですね。で、ちなみにあっちには自在のたるき止めをポンポンポンとやって、それだけっすね。で、角度は屋根よりも急な角度、それでやってみます。はい。で、ここがですね、重要なパートで、台所の下にセメントとブロックを置いてますね。で、まあ、ここ地面の下に、死んだ土の層、灰色から白いやつがあるんですけど、まあ、多分それが邪魔して水が吐けないですね、この家。だからまあ、それはそれでいいとして、もう、納屋にこれ以上水が流れ込んでほしくないっていう前提でこれやってますね。はい。
で、そしたらだいぶ改善はしてます。はい、まあ今日の作業はこれでいいかなって思います。まああとは、そこに出てるものをぶち込むのと適当に適当にここら辺ちょっと片しますか。でなんかね。いやなんかもうこれ3メーター10を切ればよかったかなって感じっすね。屋根の角度に対してもうちょい急に水したいんだけども、そうするとあれだわ、ちょっとね2メーターを確保できないな。車を奥まで入れれるかどうかっていうのは怪しいので、まあその時はその時でどうにかします。はい、これ番外編ですね。これ納屋から出てきたでっけえノコギリだな、なんだろう、オノコ検索したらちょっとオノコ出たんだが、まあ、ちょっとサビ取ってみますか。はい、でですね、これ番外編で納屋の中にですね、あの響きノコギリっていうのがあるんですよ。でこれはなんかまあチェーンソーがなかった時代に山に持ってって、多分2人の男の人でエッサホイサこうギコ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 やりながら木を切っていた時代の道具だそうです。なんでそんなものが出てきたのかっていう話ですね。まあなかなかねレアなものかもしれないですけど、まあさすがに邪魔なのでこれさすがにね残留物でいらないものだったんでこれは処分しましたね。はい、まあ大体今これが8月25ですかね。まあ大体カーポートの建物側の鉄骨ですね。それをまあエッツラオッチャー立ててた感じですね。いやでもね、地面に鉄骨っていうか単管パイプを埋めてセメントで固められないのはちょっと不安ですよね。だからそのセメントで固められないがゆえに、足のところにセメントで庭石をね、無理やり蹴取ってつけて、まあ重さをかなり出した感じになってます。だからまあ来年もうちょいここいじろうかなっていう感じです。まあそんな感じで頑張ってます。バイバイ。